旬で彩る幸せご飯。今日はほうれん草とコーンのキッシュ風を作ります。旬で彩る幸せご飯。今月の食材はほうれん草。実は宮崎県は全国有数の生産地なんです。野菜の中でも鉄分が非常に多く含まれ、ビタミン C も豊富。夏バテになりやすいこの季節、ぜひ摂りたい食材です。ほうれん草は乳製品と相性が良いのでクリーミーに仕上がります。今回はパイ生地を使わずにキッシュ風に仕上げます。調理時間はおおよそ30分です。では作っていきます。ほうれん草は4センチ幅に切ります。ほうれん草は水にさらした後、水気を切っておきます。玉ねぎは薄切りします。フライパンにバターを溶かして、ほうれん草、玉ねぎ、コーンを炒めます。かぼちゃなどの夏野菜を加えても美味しいですね。ボウルに調味液を加えて混ぜ合わせます。今回は生クリームを使っていますが、牛乳を使うとあっさり、ヨーグルトを使うとふっくらと仕上がりますよ。調味液に粗熱が取れたほうれん草と玉ねぎを加えます。耐熱容器に入れます。180度に予熱したオーブンで約20分焼きます。これでほうれん草とコーンのキッシュ風の完成。ほうれん草と相性の良い乳製品がよく絡んで、まろやかな味わいに。チーズのほのかな香りも食欲をそそります。ゆっくりと起きた休日の朝食などにいかがですか。ほうれん草で彩る幸せご飯、ぜひお試しください。